応ね、あのクレーンゲーム必勝法をさっきオタクたちに聞いてきたんですよ。したらね、店員に泣きつく、店員が哀れむくらいバイプシュプレイ、店員と友達になる、ちょっとうちのリスナー参考にならない。マジで同じことしか言わんのか君らはさ。このカプセルウイやろうよ。スタート、キャッチ、右に行って、これ店員さん呼ぶことできます？店員さん見たいから一回呼んでみようかな。そんな気持ちで呼んではいけないですか？掴めるかな。おお、これで手前にコロンっていって、うわあ、これあります、皆さん。店員の仕事を増やすな。店員さん来るの見たいやん。これいけるよ。え、マジどうしよう、私才能あるかもしれん。嬉しくなっちゃうな。まあ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 、いける。あー、あれ、うわー、みんな、え、どうしよう。え、うますぎる。これは損得。いや、ちゃうって、これ絶対しぐれういの力やって。やったー。え、プロってこと？プロではない。いや、プロと言っても過言ではないんだろ、この回数はさ。重そう。は、誰が重い。いけー。あ、重い。首らへん、ここらへん、腹パン。あ、腹を押すってこと。かわいそうじゃん。おお、難易度高くなってきたぞ、みんな。これどうしたらいいの。やっぱ腹パンよ。腹パンは、忖度タイム終了。そんな、いや、腹パンしろ、本当に。いけ。ねえ、痛かっただけなんだけど、誰腹パンつったの。とりあえず、頭か。顔つぶせじゃないんですよ。ちょ、皆さん、あの、これ案件配信ですからね。一応ね、見てるんですよ、タイトーさんが。やめてくださいよ、その、汚い言葉使うの。いけ。でも、これだわ、みんな。頭ずらしだわ、これ。え、これを完全に足を外したら、足を外す、かっこ関節。そんな物騒な感じではありませんけれども。あ、なんか違った気がするな。あ、お、あ、パンもろ、パンもろ。案件配信でパンもろっていうのは良くないんですよ。おー、みんな、助けてー。店員呼ぼうぜ。いや、まだ、まだいける、まだいける。足を落とそう。やっぱ足を折るか。足は折っちゃいけません。あ、7秒。あ、あー、危ね。あ、おい、おーおーおお、これ腹パンいけんじゃない。ダメですよ、腹パンとか言っては。お腹を押すって言ってくださいね。腹はまずいよ。顔にしときな。逆じゃね。いけ。おわーい。いけ。もっと右。遅いよ、言うの。じゃ、ラグのこと考えて言ってくれる？ふわー！はっ！ポンポン！くー！しぐれい！頭がでかい！どうすればいいの、これ。ちぎれ。ちょ、なんてこと言うの。自分のデザインを恨むんだな。あう。思ったより私の後頭部が平たかった敗因ですね、これ。下手くそ。やめてよ、シンプル罵倒すんの。バカ！今、バカって言った人いる。え？治安悪っ、この配信。下手くそは先歩譲っていいとして、バカは違うでしょ。私が頭いいって言い続けたからか。いけー。あ、おー、これ積んでないか。早く落としてかす。悪口大会。これどうしたらいいかわかんないんだよ、これ。店員さん呼んでもさ、初期位置になるんでしょ。初期位置になるのちょっとさ、もうちょっとここでなんとかしたくない？あ、頑張って、ありがとうございます。少量は頑張っています。おー、ポンポン。ポンポンが憎すぎる。店員さん呼ぶボタンはどこですか？いやいや、諦めたくない、諦めたくないよー。ポンポンちぎるしかねえ。ゴー。あー、全然思った。あー、なるほど、これじゃね、今のかもしれんよ。来た。あー、やっぱこれよ、みんな。これがね、見せなくて苦戦したかったんだよね。これ、タイクレの素晴らしいところ。スタッフ、アシスト。
まあ、しばらく雑談でもしよう。お世話になっております。ありがとうございます。え、髪足下すぎないか、大丈夫ですか。あの、うおありがとうございます。はぁ、大サービス皆さんがね、配信始まるときに店員に泣きつくとか店員に頼むとか散々言ってましたけど、やっぱそうなんだ押したらいけるくないですか。わからなくなった。急に、あ、やばい、終わるやばい。はぁ、さすが神に愛された女しぐれうい。神の手など使った後はね、私の手などいらないわけですよ。神様友達やから私。ええ、これ店員さんのものやろ。いやいや、私のものですからラフさんにはあげないから、これ私のですからやったー、タイトクレーン、ありがとう。いいと思ったら高評価、グッドボタン、チャンネル登録お願いします。チュッ。